松井さん、こんにちは。今回ね、音楽フェスがかなり落ち込んでいるということだったんですけども、これ私もね、音楽に携わるものとしてすごく意識を向けているところなんですよね。今日お話したいことは2つです。1つはですね、音楽業界の例えば照明さんとか会場を貸す方とか、いろんなスタッフさんいらっしゃいますよね。そもそもこういう人たちって専業でされている方の率って高いのかなっていうふうにちょっと思ったんですよ。私の周りではですね、いろんなことをやる中で仕事の一つとして、例えば照明もやりますよとか音響もやりますよとか PA 貸し出しますよっていうふうな業務が数パーセント入ってるって形なんで、それ自体がなくなっても他でなんとかできるって方ばかりだったんで、そんなに困ってないっていう状況は見えたんですよ。もちろん困ってる部分もありますけどね、それはね。そう考えると、この音楽フェス市場は 98% ドーンと下がったんだけども、そこで音楽フェスだけで専業でやられてる方以外はこうなんか自分の他の事業を動かしてるのかなと思っちゃったんですけど、この辺はどうなのかなっていう一つね、私もリサーチしてないんですけども、松潤さんお考えのことがあったら聞いてみたいなってことが一つです。もう一つはですね、じゃあ今度専業でされてる方、もしくは副業でもいいんですけども、ちょっと趣味程度にコンサートやってチケット代いただいてるよみたいなね、アマチュアバンドの方とかいらっしゃると思うんですよ。それから私みたいに民謡三味線古典芸能してるものでも、コンサートをやってチケット代をいただいて会場費を払ってるよみたいなね、そういうのもいるんですけどもね。じゃあそういう我々みたいな活動をしている人に、感染症の影響で活動ができなくなりました、ね、自粛を要請されて、もちろんね、私たちもやらないわけですよ。人も呼びにくいですね。そうなった時の補助事業っていうのはどうなのかなってことで、実はこれはあるんですよ。感染症対策にかける費用、もしくはそこで減収減益をした場合、文化庁がですね、この文化的活動している人に対して支援をしてくれるというものがあります。これ去年、いろいろとね、利用させていただいたところがあるんですけども、これがね、マックス1500万だったかな、なんか結構な規模で出るんですよ。小さくは20万なんですけど、大きくは億みたいな金額もあったりしたんですけど、私が今覚えてるのは1500万までだったら取得できるみたいなね、そういうことがありました。それで、感染防止機材とかリモートコンサート、無観客試合、無観客コンサートをやるように会場代払って、音響を整えてインターネット放送ができるように、そして広告料を払ったりとかね、サイトの運営をしたりとかっていうので、マックス1500万出る制度があったと思うんですよ。それから今行われているのは一時支援金ですよね。不要不急の外出をしないがために影響を受けた人、要するに全業種全地区なんですよ。だから地方の方で公民館で簡単なコンサートをやろうと思ったけども、それもできないよって方も一時支援金を受けてるみたいな感じでございます。もちろんこれ事業者登録がいったりとか、それなりの手続きがいったりとか、過去の運動実績とかね、活動実績の、例えばコンサートを過去にやった経緯があって、そのパンフレットですよとかポスターですよとかチケットの半券ですよみたいなのは出さないといけないと思いますけどもね。実際活動の実績がないのに影響を受けたっていう証明をなかなかしにくいですから、そういうところをですね、補助金助成金みたいなのが多分あるんじゃないかな、こういうのも紹介してみたらどうかなっていうのが2点目です。ということで今日はね、松潤さんなりのお考えがもしあればちょっと聞いてみたいなってことで2つお届けしました。1つはそもそも音楽フェスに関係している方、専業の方の率ってどのぐらいいるのかなっていうのと、2つ目は助成金や補助金っていうのはどういうものが展開されているのかなってことですよね。何かお気づきのことがあればでいいですから、また教えてください。それでは失礼します。